皆さんおはようございます。幸福の科学がお届けする大川隆法本日の格言です。私は幸福の科学広報局高宮ふきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日の格言は幸福の科学グループ大川隆法総裁の著作から、皆様の人生の指針となるような格言を選んでお届けいたします。本日の格言はこちらです。I'm fine の精神は若い人だけではなく年配の人にも大事なものだと思います。特に病気をして入院している人や高齢で介護を受けている人は、I'm fine と言ってニコッと笑えるような心境を持ち続けることが大事です。それ自体が人生に対する肯定的な考え方であり、また周りの人に対する愛の実践でもあるわけです。この格言は Think Big より抜粋いたしました。I'm fine の精神とは、How are you? 調子はいかがですか?と聞かれたときに、I'm fine。はい、元気です。と前向きに答えられるような心境のことを言います。年を重ねると、体の不調が増え、考え方が消極的になったり、積み重ねてきた知恵や経験が逆に悩みを作り出してしまい、不機嫌な一日を過ごしてしまう日もあるかもしれません。ただ、そうした一日一日の積み重ねが私たちの人生を作り上げていくことになります。そうであるならば、どのような境遇にあったとしても、目の前の悩みや苦しみを大きく見すぎることなく、いくつになっても笑顔で過ごせる心境を持っておきたいものですね。たとえ体が不自由になっても、誰かの世話を受けることになったとしても、明るく前向きな心境を維持する努力は、立派な与える愛の実践であり、その方の人生が輝いている瞬間でもあります。私事ではありますが、私の祖母は晩年、和言愛語、和やかな顔と、愛ある言葉をモットーに93歳で大往生しました。周りの方から愛されていたのもこの和言愛語を実践していたからだと思います。笑顔と前向きな言葉は毎日毎日の心がけです。明るい笑顔、怒りじわのない顔、それから自分が言われたら嬉しいなと思うような言葉を自分自身が使っていくことです。笑顔は願瀬といって、仏教で大事にされているお布施の一つです。笑顔は相手の心を明るくし、また自分自身の心をも明るくしていきます。だからどのようなことがあっても I'm fine の精神で心を晴れやかにし、今日も笑顔の一日で過ごしてまいりましょう。本日の格言をより深く味わいたい方は、こちらの Think Big をご覧ください。大川隆法、本日の格言は、スマホアプリ、SNS、LINE、メールマガジンで毎朝配信しています。ぜひ登録して、皆様の毎日の心の安らぎとしてください。本日は以上です。ありがとうございました。